グイネビア・ターナーは、アメリカ合衆国の女優、脚本家、監督。マサチューセッツ州ボストン出身。1994年、レズビアン映画、ゴー・フィッシュで、脚本家兼主演女優デビュー。レズビアンであることを公表しており、女優、脚本家、映画監督などマルチに活躍。レズビアンのアイコン的存在となっている。2004年から放映された。 テレビドラマ、L の世界のシーズン1.2で、計3エピソードの脚本を担当。この作品の脚本家の10人中9人がレズビアンで、ある。脚本家たちは6週間の間、部屋に閉じこもり、自分や友人の経験を話し合った。そのため、ストーリーラインはほとんど実話が元になっている。映画監督のケビン・スミスと友人であり、彼の作品やスミスが監督した。 ソウルアサイラムのミュージックビデオに出演したこともある。インタビューウィズ・グイネビア・ターナー。アフトレラン・ピーに2007年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年5月4日閲覧マリ・クレール2006年7月号より。ありがとうございます。